問題です。物価を引き下げるために株仲間の解散などを行った水野忠邦の政治改革を何というでしょうか。物価を引き下げるために株仲間の解散などを行った水野忠邦の政治改革を何というでしょうか。答えは憲法の改革でした。